この位置大丈夫？あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ドリームキングダム、サリのモノクロームワールド。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送でお送りしております。またビゴライブというライブ配信アプリでも同時に配信しております。放送中の映像を見ることができますので、ビゴライブでシンガーソングライターサリ、サリ1107と検索してぜひチェックしてみてくださいね。毎月第2金曜日18時半から19時はシンガーソングライター猫好きのサリが歌に込められたメッセージをお届けします。はい、皆さんこんばんは。4月の12日金曜日、時刻は18時半を回りました。第43回目の、ドリームキングダムサリのモノクロワールド。皆さん暖かくなりましたね。もう春を超えて、もう明日なんて夏の陽気ですからね。びっくりするぐらい、もう急激に気温変わっちゃうからね、体がこう馴染んでないとか、皆さん体調気をつけてくださいね。で、桜もね、先週は結構満開で咲いてて綺麗だなって思ってたんですけど、もうね、武蔵小杉このタワープレイスビル近くの桜もほぼなんか葉っぱが混じってて、あ、もう桜も終わってしまうのかとちょっと寂しい気持ちにもなりましたが、新年度新生活始まった方も多いんじゃないでしょうか。今日はですね、新年度新生活にぴったりな3曲をアコースティックギター弾き語りでお届けします。はい、どうですかね。もちろん私みたいに環境変わってない方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ例えば新しい人がやってきたとか、自分が新しい場所に行ったとか、新しいことを始めたとかね、そういうこと多いじゃないんでしょうか。ね、で、周りの目が気になって、なんか好きなものを普通に好きと言えなかったり、つい空気読んでしまって自分の意思とは違う選択をしてしまったりとか、でそんな経験、ね、もちろん皆さんあるじゃないんですかね。そしてそれに対して、自分らしくていいんだよと、例えばかりされたとしても、それはパクリだって言われたとしても、自分がやりたいこと、自分らしく入れられることを素敵なことなんだよっていうのをね、背中を押せるような曲を作れたらいいなと思って作りました。オリジナル曲のカラーを本日1曲目に弾き語りさせていただきます。お届けしたのはサリのオリジナル曲のカラーという曲でございました。このカラーはですね、私のフルアルバム S 式の1曲目になっておりまして、これから始まるよというね、意味合いも込められて、その順番になっておるんですけれども、サリは一人トイロってね、自分で言ってるくらいですから、やっぱり色とかね、式とか結構気にしてるんですよ。で、まあカラーは
いいんじゃないかなと思って1曲目に選んだわけでございます。そしてラルカバー参りましょう。いつも真ん中にラルクアンシェルさんの、楽曲をカバーしておりまして、やっぱりサリといえばラルクアンシェルさんのね、あの影響を受けているわけですから、まあ、ちょっと歌わせていただきたいなと思っております。今回選んだのは、マイハートドローズアドリームっていう31作品目のシングルで、収録アルバムはキスでございます。作詞がハイドさんで、作曲がケンさん。最後の大サビをみんなで大合唱するのが、あのライブの定番なんだそうです。 SNS を見る限りなんですけど、現在絶賛ツアー中のアンダーグラウンド、そちらでもアンコールで歌われてるみたいですね。ねえ、ちなみにラルクアンシェルさんは明後日が横浜アリーナでライブなんですよ。先週は埼玉スーパーアリーナだったんですよね。そうねえ、残念ながらサニアは外れちゃったのでね、本当に参加できる方がすごく羨ましいっていうね気持ちを全面出しながら、去りました。新横浜駅で路上ライブをしてまいります。ね、ちなみにこのマイハートドローズアドリーム初めて聞いた時、ちょっとラルクっぽくないって思ったのが正直な感想なんですよ。というのもピースフルな曲なんですよね。なんか最初のギターの音も歪んでなくて、なんか歌詞も綺麗だし、ミディアムテンポだし、なんか鳥が大空を飛ぶようなギターフレーズから始まって、最後はみんなで大合唱ですよ。なんか楽曲全然尖ってないんだけど全然尖ってないよ、悪いよ、すごい優しい曲と思って戸惑ったんですけど、まあでももちろん好きなんですけどね。でこの作曲したケンさんが最初にあの曲を提出した時に、あのメンバー内ではね好評で、特にリーダーの哲也さんからは、ケンがこんな曲作るの待ってたよみたいな感じですごい喜んでたそうなんですよ。で、あのこの曲はレガシーってあの車の CM にも起用されてるんですけど、車がこう爽やかに走る映像と非常にマッチしてたんですよね。未だにちょっと映像覚えてるんですけど、でね、あの曲の解釈なんですけど、なんか周りに、ね、冷たい目で見られたりとか邪魔されたりしても、自分が描いた夢に向かってこの進んでいこうっていう芯の強さを感じられましたね。前向きになれる歌詞です。でサビの歌詞が夢を描いていくよと、少し可愛い感じなんですけど、なんかここからワクワクが伝わってくるんですよね。なんかその夢を、1番2番は夢を描いていくようなんですけど、このさっき言った大合唱の部分は夢を描くよってところなんです。そのどうしてその歌詞が変わるのか、あのなんかまあでも他のなんだろう有名な曲とかでもありがちではあるんですけど、ハイドさん実はそれ嫌がってて、なんか作詞家としてそれはちょっとなって思ってたんですけど、ケンさんがこのふわりこのリズム、なんか何メロディ、このメロディは絶対変えないっていう強い意志のもと、あの提出してたのか、だから、じゃあ夢を描くようにするかって感じでやったら、もうあの特にメンバーからはもうそれがいい、それがいいとなって、ハイドさんは作詞プロの作詞家として納得いかんけど、まあでもみんながそういうんだったらじゃあっつってそうなったんですよね。そしたらあのやっぱりあの良かったんだなっていう結果になったらしくて本人は後からまあよかった、いやみんなの言ったのを聞いてよかったって、まあなんかハイドさんの柔軟性を感じましたよね。で、あのさっきワクワクが伝わるって言ったんですけど、新しい環境とか新生活って不安もありますけど、やっぱりワクワクが強いじゃないですか。初めて行く場所、なんか旅行とかもそうですけど、ちょっとなんか不安だなって思ってもやっぱ楽しいとかワクワクするってありますよね。そんな気持ちにぴったりだと思ってね、今回ね選曲いたしました。それではアコースティックギター弾き語りで、お届けさせていただきます。ラルクアンシェルさんのマイハートドローズアドリーム。
ました。お届けしたのはラルク・アンシェルさんのマイ・ハート・トローズ・ア・ドリームのアコースティックギター弾き語りバージョンでございました。はい、それではお知らせ参ります。今月はですね、約1ヶ月分、そうだね、1ヶ月分ね、4月28日、渋谷の R ラウンジっていうところで、ライブがあります。そして来月は5月11日、東中のオルトスピーカーっていうところでありまして、そして、6月24日月曜日、なんだってクラブチッタ川崎、ドリームキングダム17周年記念ライブ、王子まだ生きてますっていうライブ、こちらのライブ特に力入れておりまして、渋谷のR ラウンジでは、今月4月28日は私アコギ弾き語りと、MC 司会をやります。で来月東中野は全組アコースティックバンド、そして6月24日はサリニャン大好きなフルバンドでございます。もうね、 3ヶ月全部違うサリニャン見れるから楽しみにしててください。はい、いやでも私自身もすごく楽しみで、4月28日はもう2週間後ですな。ね、楽しみですよ。どんな風になんだろうな。司会もやりながら歌も歌うってなかなか初めての試みでございます。それではお便りいただいてます。お便り読ませていただきますね。ラジオネーム S さん、かっこシェフの気まぐれサラダ、春風に関西弁を添えて、なんでやねん。この前ご飯よそってる時に風呂のお湯が出しっぱなしなのを思い出したんですよ。そんでご飯片手に風呂場まで行ったんですが、なんかすごく変な気持ちになりました。多分伝わらないと思うけど、ほかほかご飯と風呂場って相性悪いんですよ。もし旅館で頭洗ってる時に隣に天ぷら御膳置かれても困るじゃないですか。一番よく洗ってから教えてください。何このめちゃくちゃな文章。もうラジオネームからもうめちゃくちゃが詰まっていてツッコミどころ満載なんだけど、なぜご飯よそってて置かないでお風呂場行ったの。よそってる時に置いていけばいいじゃない。置ける場所がなかったのかな。いやでもさ、炊飯器通して炊飯器の上にペッて置けない置けないって言って、でまあ確かにお風呂場とご飯は合わないよね。で頭洗ってる時に天ぷら御膳とかドンって置かれるその出演者は一体何事なの。なんか相当時短した人だよね。ちょっと今お腹空いたんだけど、でもシャワーを浴びたいしみたいな。落ち着けってなるけど。いちごよく洗ってから召し上がりください。どういうことなの。いちご私食べないんだけど。そうサリアンね、果物がダメなんですよ。そういちごを食べることはないない。まあ、たまにそのお出汁いただいて、あいちごがあると思ってちょっと苦しみながら食べることはあるんですけど、でも基本的に自分からこの食べないですしね。家だと家族がいちご好きなので、もう家族に譲ります、いちごは。はい、それでは2つ目参ります。ラジオネーム、そして猫は途方に暮れるさん、絵文字が豚なんだよな。サリちゃんこんばんは。4月になっても気温差が激しい状況になってますが、体調を崩さないように気をつけてください。今月の28日には配信アプリビゴライブのファミリーライブイベントが開催されますね。楽しいライブイベントになる予感しかしてます。おお嬉しいね。当日は MC も担当するようですが、MC パートナーとの漫談も楽しみにしてます。ありがとう。漫談すんの。どうなんだろうね。MC 漫談シーンあったっけ。掛け合いだよね。あって掛け合いですよね。漫談とかしたらまた一つのコーナーですもんね。綾野浩二キーマナさんがこのやるイメージがあります、漫談って。はい、4月28日ね、皆さんぜひ楽しみにしててください。そして最後かな、ラジオネームたかかっこ神奈川さん、ザリちゃんこんばんや。まずはシンガーソングライター4周年おめでとうございます。わあ、ありがとうございます。そうだそう、4月の1日でシンガーソングライターサリー4周年を迎えました。まこれ去年も言ってってくれたんですけど、私去年は忘れてたのね。あそうだ、私4周年だった、あ3周年だったみたいな。今回やっぱりラジオで言うの忘れてましたわ。言ってくれてありがとうございます。もう丸4年になるんですな。早い、ほんと早いですね。4年か。4年か。だってね、あれ中学校卒業して高校1年生になってるようなもんや。
音楽でやりたいことがたくさんあると X に書いてありましたが、どんなことやりたいんですが、よかったら教えてください。ちょっと恥ずかしくて言えないな私ちょっとね、自分の夢に恥ずかしくてね、なかなか言えないのよまあでも一つとして、まあ大きい会場、まあクラブチッター、まあ、今度は、ね、台湾で出ますけど、クラブチッタで、ね、ワンマンライブなんていうのは一つの夢でございますよね。でやっぱり違うじゃない、台湾ライブとワンマンライブとかの、ね、ぜひねやってみたいなって思ってるところ。あとはあの CD 出したいね早く CD 出したいですね。今のところあのアルバムとかその過去のやつを出し切ってから新しいの作りたいと思ってるんで、ね、今家の中すごい CD で溢れてるんで、 CD と T シャツと、グッズで溢れてて、ちょっとねこれ以上増やしたら私の寝場所がなくなっちゃうので、それをなくしてからまず作りたいかなって思ってるところなんですね。街歩くと桜が咲いてたり、真新しいランドセルを背負った子どもたちを見かけたり、一気に春らしくなりましたな。今の時期は風が強いことも多く、ふとさりちゃんの春は風が強いを聞きたくなりますよね。ではまたと。素晴らしい素晴らしい、春は風が強い。そう、春ってやっぱ風強くない？私先週路上ライブ、先々週とかもそうだけど、風が強くって吹っ飛んだもんねそのマイクスタンド立ててるんですけど、風で煽られてマイクスタンドにつけてたスマホホルター2回壊れましたもんね。泣いたもう本当に、まあ譜面台もバキバキになるでしょあのアンプも倒れるでしょ、ギターもねパターンしちゃうでしょ。もう本当にね、こう風は怖いですね。で風に煽られて私あの道路にこう追いやられたりとかすることもあって、いや本当に怖い。あの大荷物持ってる時は結構あれが重りになって飛ばされないんですけど、持ってない時ファーンって飛んでっちゃうんですよ。普段この風が強い時に荷物持つのはすごい嫌なんですけど、でもちょっと助かったとこはちょっとありましたねすごい、どこで助けられてんだろうねはい、ね、お便りね今日もありがとうございました。出会いの季節、さっきねあの新しいランドセルがとか言ってたけど、新しいランドセルとの出会いもあったでしょうね。素敵な出会い皆さんありました？そうだな、サリアン素敵な出会い、あでも路上ライブでなんか久々にお会いした方とかあいたから、素敵な出会いあったな。ありました。で皆さんもねありました？またね、日々の忙しさに追われて笑顔少なくなってませんか？サリはですね、人の笑顔が大好きで、それが見たくて歌を歌ってます。今日は4月28日にライブがあるんで、あ今日はって言っちゃったよ、今月は4月28日に渋谷の R ラウンジで、ライブがありますので、ぜひ皆さん笑顔を見せに渋谷の R ラウンジにお越しくださいね。はい、それではですね、これからは今ラジオのお聞きの皆さんが笑顔になれるのといい、なれるといいなと思って歌わせていただきます。サリのオリジナル曲で笑顔を見せて。
とうございました。お届けしたのはサリのオリジナル曲で笑顔を見せてでございました。はい、皆さん笑顔になっていただけたでしょうか。はい、この曲はね、このルンルンした気持ち、なんていうの、まあ新しい、やっぱ春が来たって言わない、この素敵な恋の予感とかって春が来たって言わない、そういうのもあって笑顔を見せてもね、春の曲として言っております。まあ出会いの季節って新、まあ冒頭にお話ししたんですけど、新年度新生活にぴったりかなと思って選べさせていただきました。今日お届けしたのは、カラーとマイハートドロザドリームと笑顔を見せてでございました。ちなみに今歌った曲、1曲目に歌った曲は、サブスクでもお聴きいただけますし、YouTube、まあ、サビショートであるかと、あとはビゴライブという配信と路上ライブとかでもお聞きいただけます。で、あのサブスクとか CD、 そうだ、 CD の音源はすごく可愛い爽やかな曲になってますので、ぜひアコースティックギター弾き語りとは全然違ったバージョンの、CD の音源からとレガを見せて、まあ、他の曲も楽しんでいただければ幸いでございます。で、 CD の購入先とか、ライブの情報とかは、私の公式ホームページ、サリ 1107.com、 サリ 1107.com をぜひチェックしてください。ツイッターの固定ツイートにもあのライブ情報が載ってますね。ツイッターじゃない、 X か、 X ですね。で、そう、公式ホームページにはそのカレンダーも載っていて、私のラジオ、ライブ配信、あと路上ライブとかの予定が全て載っております。ね、なんか X 追ってくとさ、次いつだっけみたいな結構なるんですけど、カレンダー見たらもうすぐ分かるんだよ、今日はどうだろうってすぐチェックできるのがいいかなと思って公表しております。オリジナル曲の歌詞も載ってるのでね、ぜひ楽しんでいただければと思いますよ。で、さっき笑顔見せてって曲をお届けした時に、そうだ、笑顔になった自分のエピソードを話そうと思ってちょっとすっ飛んでしまった。今なんか思い出したので、今言うんですけど、その今ラジオって公開なんですけど、まあ、お客さんがこう近くでガラス越しに見れるわけなんですよ。さっきちょっと小学生ぐらいの子供がめっちゃみんな綺麗に整列してスンって覗いてたからちょっと笑っちゃって、すごいみんな角度まで全部一緒で揃ってたんですよ。なんかシンクロしてんなと思ってちょっと面白かったのと、あと映像、なんか YouTube とかビゴライブとか見てる方は分かるんですけど、イヤホンいつもとね違うやつちょっとお借りしてて、私耳がちっちゃくていつも置いてあるやつが引っ掛けられないんですよ。でも今日このパスってパスって何、イヤホンヘッドホン式だからもうすごい嬉しくなっちゃって、あ、これはすぐつけられると思う。すごいね、私の幸せなエピソードでございます。もうね、なんかこのささやかな幸せとかあるじゃないですか。皆さんもね、なんか何気ないことをね、幸せに感じると思うんで、ぜひぜひそういうのもシェアするのもいいと思います。はい、続いてが、次来月の放送日が5月の10日か、5月の10日だから、あいら東中のオルトスピーカーでのライブの前日ですね。5月の10日の金曜日でございます。ね、皆さんぜひ4月28日と5月11日と6月24日は必ず、サリニャンに笑顔を見せに来てください。楽しみにしておりますよ。で、お便りもね、たくさんお待ちしております。お便りも公式ホームページのラジオっていうタブのところに載ってますし、私今日 X で終わった後にポストもするので、その時にお便りの宛先載せております。ぜひぜひ、送ってみてください。どんなのでもいいし、曲のリクエストも受け付けてます。ただ曲のリクエストはその1週間前までに送ってくれないと、ちょっと私もすでにその集合表作っちゃってるからもう計画よき、何こういう流れにしようって決めちゃってるので、ぜひ楽曲リクエストは、1週間前までにお願いしたいところでございます。それでは、本日もありがとうございました。サリの、無限スパイラルでお別れでございます。ドリームキングダムサリのモノクロームワールド、お相手はサリでした。また来月お会いしましょう。またにゃん。ありがとう。
とうございました。